ダビド・オドン・コールは、西ドイツ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、ミッドフィールダー、フォワード、ガーナ人の父とドイツ人の母の間に生まれた。ボルシア・ドルトムントの下部組織出身である。2002年3月3日、FC ザンクト・パウリ戦でデビューした。2006年、スペインのレアル・ベティスに移籍金650万ユーロで移籍した。 スペイン代表のホワキン・サンチェスと、ブラジル代表のリカルド・オリベーラの遺跡金収入約60億円を当てたとされる。2008から09シーズン、長期離脱の際にベティストの契約を一旦解除していた。その後はアレマニアン、ウクライナのクラブでプレーしていたが、本来の実力を発揮できないシーズンが続いた。2013年9月19日、現役引退を表明した。 2006年、ドイツ W 杯のドイツ代表メンバー発表で一番の驚きを誘った選手である。2006年5月30日の日本戦でデビューした。U-21 代表では13試合に出場したが、A 代表にはそれまで招集がなかった。しかし、2005から06シーズンのブンデスリーガで、ギャンコラーが不勝離脱した穴をしっかりと埋め、監督の評価を得た。 招集を決めたユルゲン・クリンスマン監督は、オドンコールの招集は前々から決めていたが、プレッシャーになるといけないのでここまで呼ばなかったと話した。ワールドカップ本戦では、右サイドの切り札として4試合に出場した。グループリーグ第2戦のポーランド戦では、0から0で迎えた後半ロスタイムに、オリバー・ノイビルの劇的な決勝ゴールをアシストした。ベティスでは、 本来の実力を発揮できないシーズンが続いたが、UEFA ユーロ2008のドイツ代表に選ばれ、グループリーグ1試合に出場した。ありがとうございます。